はいどうも、サトチューンチャンネルです。今回はですね、スマホの解読情報でございます。何かと言いますとですね、イオシスでですね、懐かしのゼンフォン2が、6980円、中古 B ランクで販売されてますよという情報です。これはね、まあ、イオシス各店で今もう販売してるんですけども、今のところね、在庫数が僕が見た時点で131台ありました。ただですね、なぜか知らないけど、サイト上にはまだ反映されてなくてですね、まあ、この後ね、上がってくるかと思います。はい、まあ、ざっくりね、どのようなものかと見ていきますと、はい、まあ、こういう筐体ですね。色はグレーになりますけれども、まあ、ディスプレイサイズが 5.5 インチというところでね、解像度が 1920×1080 ドット、まあ、HD 画質 のディスプレイになってますね。でちょっと変わってるのがね、 CPU なんですよ。まあ、いつもだったら、まあ、なんだろう、スナップドラゴンとかね、メディアテックとかって搭載するんだけど、これはね、ATOM Z3580、アトムの、ね、CPU を搭載しているというところがちょっと違いますね。このね、6980円という価格ながら、メモリはね、4ギガ、入ってます。で、Android OS がね、ちょっと古いんですが、5.0、ロリーポップだったかな、になるんで、まあ、4ギガの、ね、メモリで動かすんだったら、かなり、サクサク動くんじゃないのかなと思います。ただね、対応アプリなんかがね、これからまあどんどん減っていくんで、まあ賞味期限はね、そんなに長くはないとは思うんですけれども、まあカメラ撮影とかね、まあ、簡単な動画編集とか、まあ、そういったものに使うのにはまあ割といいかもしれませんね。で、あとストレージの方はね、32ギガになっております。はい、まあ、このスペック的にはちょっとここに書いてあるからね、さらっと読み上げていくとね、はい。まず OS ね、Android 5.0 ロリポップですね。で、まあ、CPU がね、Atom なんですよね。はい、2.3GHz のクワッドコアです。そして、まあ、マイクロ SD が最大 64GB まで対応してますよ。メインカメラが1300万画素。で、インカメラの方が500万画素になってます。この他ね、対応バンドなんかはこちらからご確認いただければと思います。バッテリーは3000積んでますね。この時代の割には結構でかかったんですね。2015年3月発売という機種になります。はい。で、中古 B ランクということなんですけども、イオシスね、なかなかね、B ランクといえば言っても結構綺麗だったりするんでね。うん、僕はこの間 C ランク買ったけどもね、新品みたいなのが来ましたよ。うん、はい、もう多分ね、経年変化ということで B ランクになってるかと思います。特に目立つ傷なのがない中古品ということでね。まあ、この130台もよく確保したなと思うんですけれどもね。はい、何はともあれですね、今のところ、僕これ今撮影してるのが2月27日の午後3時38分なんですけども、まあ、こちらのページね、リンク貼っておきますので、まあ、後ほどね、また更新されると思いますので、逐一チェックしてみてください。はい、というわけで今回は、ゼンフォン2が、6980円で売っていたよという動画でございました。ちょっとチャンネルでした。